シャローム、ウクレレフレンズの皆さん、こんにちは。ウクレンチャンネルのレンです。今日も動画を見てくださってありがとうございます。はい、ということで今日は Vlog なんですけれども、皆さんもうね、2月の半ば差し掛かっちゃいましたけども、年始にスタートしたあの祭り覚えてますか？巷で耳にするあのメロディー祭り、略して巷の音レレということで、本当にたくさんの方が参加してくれて、本当に盛り上がった祭りとなったんですけれども、ウクレレフレンズの皆さん、ご参加くださりありがとうございました。今日はですね、巷の音レレ祭りの高野祭的な感じで、またちょっと思い出しながら余韻に浸れたらいいかな、なんて、そんな祭りの報告動画を公開させていただきました。初めてのねプレミア公開なんでドキドキしてるんですけど。で、この巷の音レレ祭り、この動画から見た人はよくわかんないと思いますので、告知動画とか中間報告の動画とか、こちらのアイマークのところにまとめておきましたので、ぜひこちらからね、そちらを見ていただけると、この祭りの流れが分かっていただけると思います。で、この祭りに参加してくださったウクレレフレンズさんたちがですね、この祭りを通して本当にいろいろな感想をいろんなところに書いてくださっているんですけど、例えば耳コピってしたことがなかったけど、初めて耳コピして、その耳コピの楽しさが分かったって言ってらっしゃるかと思いました。で、自分が耳で聞いた音をウクレレで表現するって、なかなか普段なんか踏み込めない領域だったりしますよね。難しそうっていうか、それでもこうね、単音弾きでもこう音を拾っていく作業がちょっと面白くなりましたって言ってくださってる方とか、普段なかなか忙しくてですね、ウクレレの練習ができなかったんだけど、この祭りがあるから、よし、ウクレレ弾こうみたいな感じで、練習のきっかけとなりましたっていうコメントとか、また皆さんの巷の音レレが楽しみで、次どんなの来るんだろうみたいな感じで、すごい楽しみにさせていただいてましたっていう多くのね声をいただいていて、あ、本当にね、楽しい祭りとなったなって、本当に皆さんのおかげで楽しかったですね。またね、そういうの時々できたらね、いいな、なんて思ってますけど、私も個人的にですね、この祭りをきっかけにして、初めてこうコメントのやり取りができたウクレレフレンズさんたちもいますし、またウクレレ界のですね有名人の方々も何人か参加してくださったので、本当すごい熱い祭りだったなって思いました。中間報告の動画でウクレレプレイヤーの鈴木智樹さんとか、またウクレレシンガーの山口愛さんも参加してくださったっていうことを報告したんですけれども、その後もですね、ジャカソリストの門倉隆博さん、門さんですね、もう参加してくださったし、あとウクレレプレイヤーでありギタープレイヤーであり名アレンジストのキャスさんもこの巷の音レレに参加してくださったんですよ。すごいですよね。そしてね、ウクレレ YouTuber のユークハウスさんもね、マクドナルドの音レレを上げてくれたりして、本当にね楽しかったですね。で、どのくらいの巷の音レレが YouTube、Instagram、Twitter にアップされたかと言いますと、数えてみたらなんと200件の投稿があったんですよ。すごくないですか？200件ですよ。まあ一部インスタとツイッターに同じものを上げている方もいらっしゃるので、重複してる部分はあるんですけど、全部合わせるとちょうど200件ということで、もう本当に盛り上がりましたね、この祭りは。で、今日は私の中で本当にこの巷の音レレはぜひウクレレフレンズさんに聞いていただきたいっていう音レレが何個かありまして、
今日はこの動画でそちらをお披露目させていただきたいと思います。イエーイはい、まず聞いていただきたいのがみやもさんが挙げてくださった春の海となんですけど、もうね、春の海といえばお正月にはこう巷にあふれかえる、もう日本人ならではのこの情緒たっぷり美しいメロディーをですね、みやもさんがオトレレしてくださったので、そちらを皆さんお聴きください。どうぞ。もうすごいですよねあの今まで私ね、あのビブラートのかけ方、あの開放弦ではビブラートかけられないと思ってたんですけど、開放弦でもビブラートかけてるの分かりましたすっごーとか思って、宮本さん自身もそれは YouTube から得た知識だそうなんですけど、すごい綺麗な音色でね、春の海めっちゃなんか穏やかな気持ちになりました。そして次に見ていただくのがウキレレさんの空港のチャイムです。飛行機に乗ったことがある方は絶対聞いたことがあります。ちょっと聞いてみてください。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。めっちゃ綺麗ですよねタッチハーモニクス、めちゃめちゃ綺麗に決まっていて美しいみたいな。そして自分がもう空港の搭乗口の近くにいるような気分になってこちらもねすごい完成度だなと思いました。そして次はですね、おちくんの CM メドレー、こちらを聞いてみてください。どうぞ。最後のね、博多の塩がね、またもう一回来るところがかなりツボですよねしかも途中でなんかちょっとね、あの家族の声とかが入っちゃうのもすごいリアルでいいなと思いました。そして次はピヨピヨ丸さんのスネ夫が自慢する時の BGM ってことなんですけど、スネ夫が、うん、ドラえもんのです。ドラえもんのスネ夫が自慢する時の BGM ってなんだろうっていう感じだと思うんですけど、もう聞けばわかりますのでぜひ聞いてみてください。どうぞ。
これめっちゃすごくないですか。私これもうすっごいで気に入っちゃって何回も再生したんですけど、あのねすっごい記憶に残るんですよ。いやそれにしてもピヨピヨ丸さんのスネオの BGM 面白かったなみたいな。まあドラえもん好きだったっていうのもあるんですけど。もう本当に皆さんのおかげで楽しい祭りとなりました。ありがとうございました。私もね当初は、10本はあげたいなと思って目標を持ってやっていたんですけれども、中だるみして結局最終的に全部で5本のオトレレをアップしたんですよね。で中間報告の時に私前半で上げた動画を YouTube で皆さんに聞いていただいたんですけど、後半に上げた動画も全部まとめた5本のオトレレの動画をまたこの動画が公開された後にそれ単品でちょっと YouTube 上に残しておこうかなと思いますので、そちらもよろしくお願いします。あと皆さん前回の動画見ていただいた方お気づきになりましたかね。このウクレンチャンネルのエンディングがちょっと変わったんですけど気づきました。すっごい素敵な絵がね出てきたと思うんですよ。あのモデル誰だか分かります？そうです、私です。そう、あのね絵はモジョさんっていうね方が私の似顔絵を iPad で描いてくださって、レンさんこんなの描けましたっていう風にですね送ってくださった絵なんですね。すごい素敵な絵ですよね。でモジョさんはなんか笑顔の印象があるレンさんだけど、演奏になるとキリッとした顔になるのがすごい好きで、その表情を描かせていただきましたっていうことですね。結構ねキリッとしたかっこいい感じのイラストを描いてくださったんですよね。本当に似てるし、なんかすごい雰囲気がすっごい素敵で、あもうこれエンディングとかに使わせてもらってもいいですかって許可をいただいて、それでエンディングに使わせていただくことになりました。モジョさんこの場を借りて本当にありがとうございました。はい、ということで今日は初めてのプレミア公開で巷で耳にするあのメロディー祭り、巷のオトレレ高野祭動画でございました。皆さん今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ評価の方をお願いいたします。またチャンネル登録まだしてない方はぜひぜひチャンネル登録していただいて、最新の動画をいち早くチェックしていただければなと思っております。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。